どうも、じさまです。一人だけでも種馬兄弟です。はい、どうも、じさまです。お久しぶりです。今日もバトネクやっていきたいと思います。じさま出張行っておりました。はい、お仕事ですね。岡山へ出張行ってました。アクトザクですね。なんか新しいステージ出てたんでね、1回行ったんですけど、今日2回目ですね。これアクトザクビームナイフルがね、手に入ったんですよ、やっと。なんでちょっと初めて使うんです初めて使うんですけどね。一発よろけのチャージ打ちなしみたいな、武装だったと思います。出張行っとったんですけどもね、ついてなかったですね。4月22日がディスマの誕生日なんですけどもね、移動中に、警察に捕まりました、はい、なんかあの走行車線を長く走りすぎとか言ってね、なんか最近あの煽り運転とかあったのですごい厳しいみたいで、でまああの支払い郵便局行ったら、あの今週めちゃくちゃいっぱいこの違反の支払いしに来る人多いんですけど、なんかあったんですかって聞かれたんで、多分ね、あの集中的にゴールデンウィークを前に集中的になんかしてんだろうなって感じがしましたけどね。外した。はい、まあ残念でしたね。そしてね、誕生日、ずっと下痢でしたね。今週ずっと下痢やったんですよ。めっちゃお腹痛かった、辛い、痛かったねなんか痛い。もう一人いる。ほい、ほい、よっと。いい感じじゃないですか。はい、それでね、悲しかったですね。で昨日ね、ホテルにね、バイクの鍵忘れましたね岡山に忘れるんですよ。暑かったんでね、ジャケットに入れとったんですけど、暑くて、でカバンにジャケット入れて帰ろうと思ったらね、ベッドの上で畳んで置いて帰ってきてしまったという感じでね、なんかね、不注意やし、まあ疲れもあんのかな。ナイスギャン、ナイスギャン。はい、じさま最悪何やってんだろう。横にいる。地形がまだよく分かんないからな、外すっていうねあれすら外すっていう。ナイス、この辺か。よし、いい感じですね。敵さん前線、味方が前線ガンガン攻めてるんで、これだと支援機を動きやすいのかな。支援機はでもあれカットできないの、これ痛い。死ぬ。ああ切られた。ビームナイフル練習したらすごい強い武装になりそうですよね。貴様めっちゃ当てんの下手ですけど、なんか後ろから来てるね、あれ。なんだろう、あれ。あ、危ないよ、危ないよ。えい、この追撃はでかいんじゃないでしょうか。追撃阻止は、あ、引いたね。あ、危なかったね、支援機さん今のよし。あ、ビームライフルが死んでる。焦りすぎました。ピクシーも爆弾持ってんだ。へえ、どっか行った。あー、外した、外したね。最近バズーカ当てるの方がぼーっとしてると危ないよ。ナイス、まもなくエース選手。あー、これエースマッチやったん。あー、そう、エースマッチまだ5回ぐらいしかしたことなかったんやけどな、よくわかんないな。やれることしよう。危ねえ。おう、バズーカと当たってんのになっていうやつやな。一応一旦ありますよ。っしゃ、危なあ、いた。普通のガンダムと思ったら二刀流や。400コスト戦なんですけどね、やっぱガンダムっていい機体なんでしょうね。後半よ、
ちょっと回線怪しいな。エースが選出されました。お、誰がエースなんやろ。よいしょ。さあ、いい勝負になってきたね。最初は空いてたのに。いかんいかん。あ、ガンダム、ガンダム引っかかった引っかかった。ナイス味方。ナイス味方。あ、おあ、実様が殺しちゃった。しもた。いけ。ビームライフルいいっすね。強い。しゃあない。ここはやるか。あ、そしてね、あの、実様 A 隊まで戻ってきましたね。はい。久々に、はい、数ヶ月ぶり、あ、あかんかん。数ヶ月ぶりぐらいにやったらね、あの、B の、C に落ちるぐらいまでお連敗したんですけどもね、そこからまあ、ちょっとコツコツやって、A マイナスまで帰ってきたね。うん。なかなかいいんじゃないですかね。この A も、ああ、A にもいけるかもしれないですね、この調子でやっていけば。勝率5割キープしとったらそのうち A に上がれるんじゃないのって気がするんですけど、おっしゃ、敵エース逃すし、よし、エース頼むで。あ、ビームライフルが、ビームライフルの、あ、このマスタリーっていうのパーツみたいな、ね、まあ、難しいね、選ぶの。爆弾投げきちゃった。危ない。あ、今当たってねえんだ。くそーくそー、こういうちょっと距離が詰められてるときは、うう、敵がいっぱいいる。リースもいる。まずいまずい、死にたくない死にたくない死にたくない、せめて一発ぐらいは。ああ、やられてしまった。勝てるかな。結構際どい勝負になりましたね。エースにやっつけさせるっていうのが大事なんだよね、このモードはね。エースマッチ難しいね。仕方ないかなって気はしますけど。あ、勝ちましたね。はい、フォートナイトのなんか、あ、フォールアウトのバージョンアップがインストールされましたね。あんまやってないな。よし。はい、ということでね、勝てました。良かったです。ライバルに負けてます。なんでやろ。ああ、ライバルの方がダメージをいっぱい取ってます。うん。あ、でもなんか女酒翔さんがもらえてる。ありがとうございます。はい、ということでアクトビームライフルね、いい感じでしょうか。まあ、ゴールデンウィーク入っていってるんでね、皆さんもゲームできる時間多くなるのかなと思いますけどもね。うん、ぜひともね、楽しみながらプレイしていきたいと思います。ということで、もしここまで見てくださった方おられましたら、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。今回の